私たちは見捨てられたんだ。だから壁に囲まれた収容所に住んでいるんだよ。私たちには悪魔の血が流れているからね。エレン、どうして外に出たいんだ？知りたいんだ。外の世界がどうなっているのか。何も知らずに一生壁の中で過ごすなんて嫌だ。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。俺たちは世界を代表して悪魔を裁くべく選ばれた戦士なんだ。俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐する。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。俺は巨人を殺せ。一匹の殺せ。エレン、俺は帰れなくなった故郷に帰る。絶対に何としてもだ。俺たちが巨人を継承する時が来たんだよ。お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろう。うるさい。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。このままじゃ俺は何も果たせず終わっちまう。ただやるべきことをやる。ただ進み続ける。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。何にもできねえじゃねえかよ。何にも。あの時言ってたよな。お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力する。エレン・イェーガー、ライナー・ブラウンだよな。確かに俺は海の向こう側にあるもの全てが敵に見えた。何が正しいことなのかわからん。ただ俺のすべきことは自分のした行いや選択に対し戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、お前と同じだよ。